うどん、そばにおいてのきつねとは、かけうどん、かけそばに甘辛く煮た油揚げを乗せたものであり、きつねうどん、きつねそばと呼ぶ。ただし、地方によって刺すものが異なる場合がある。地方によっては違いがあるが、使用する油揚げは、まず湯で油抜きをし、砂糖、醤油、みりんなどを使用して、しっかりと甘辛く味付ける。麺の出汁は、濃い口醤油と、鰹節主体の強めのものである。 暑い梅雨ばかりでなく、冷やしや鍋物もある。狐うどんがいつできたかについては、諸説ある。移植十五元時点では、狐うどんが先行し後に、狐そばが誕生したものと解説されている。名称は、稲荷寿司と同様、油揚げが狐の好物とされていることに由来する。一説には、油揚げの色、形が狐がうずくまる姿に似ているからだとも言う。狐うどんあるいは、 ケツネと発音されることもある。シノダともいい。漢字では、シノダ、シノダ、シノデンとも表記される。これは、シノダの森の伝説に由来する。この他、ハイカラとも呼ばれる。ただし、いわゆる、タヌキうどんを、ハイカラとして売り出している店もある。キツネうどんのうどんの台を、そばの台に変えたものを、キツネそばとも言うが、地方によってはその、キツネそばを、 たぬきと称するなど、地方によって、名称や特徴が異なる。各地域の名称と内容を下記に記述する。1806年の書、仙道神話に、ネギと油揚げをあしらった蕎麦が記述されるなど歴史が、古い、夜泣き蕎麦の種物としても出ている。南蛮にも油揚げを入れる店も多い。江戸風俗研究家の杉浦雛子は、江戸、東京では、 単品で食べられることが多いと解説している。カップ麺、どんべいの東日本向けでは、西日本向けよりしっとりした揚げであり、味もこってりしている。きつねそばのそばが隠れるほど揚げが大きい。京都の方言では、ケツネとも発音する。足や動漫を覆う痴漢に描かれた、先週の篠田の森のクズの鍵つにちなんで、篠田と呼ばれることもある。一般的に、きつねそばと呼ばれているものを、 大阪では、たぬきと称する。大阪を中心とした近畿地方では、醤油と砂糖で甘辛く煮た薄揚げを乗せたうどん料理を、きつね、そば料理を、たぬきと呼ぶことが一般的であり、きつねそばや、たぬきうどんというメニューは通常存在しない。近畿において、一部に、前述の京都のように、同じ名称でも出されるものが異なることがある。ケツネなどと黙って発音するものもいるが、これは、 親愛を込めた呼び方と言われ、また、多くの場合は、軽いジョークのようなノリで、わざとそう呼んで注文している場合であるとも言われる。大阪でも、篠田だと呼称されることがある。カップ麺としては、日清食品の、どんべいきつねうどんが、全国的に発売された後に、東洋水産が、赤いきつねうどん、紺のきつねそばを全国に発売している。AS コックの、天ぷらきつねそばは、そばの上に、 天ぷらと煮付けた揚げが乗っている。ありがとうございます。